日は、中国語官末期から三国時代の職官にかけての政治家、武将。字は武美、武民。慶州江夏軍県の人。同族は非白人、悲観。小は秘書、非、安氏、女子一人。三国史職所に、つてが立っている。章、党院などとともに、職の政治を支えた人物。諸葛亮、章、党院と共に、 食の四章と称される。父母を早くに亡くし、一族で一世代上にあたる非白人に身を寄せた。白人の目が当時液州の末期であった、竜将の母であった。この縁で非白人が当時の混乱の時代において比較的安定していた液州に呼ばれたため、日も義父の計らいで液州へ留学した。214年。 劉備が益州を支配すると、益州に泊まりその家臣となった。当院、巨手クリと共にその声明を歌われたという。政治手腕に優れていたため、友人の当院と共に、劉備の着手劉禅の補佐を任されて、トネ諸子となり、劉禅が即位すると、高門次郎に任命された。劉将の外籍という身分から諸葛亮にも厚く、信頼され、 諸葛亮の命を受けて、クレとの交渉に向かった時には、孫健の傍らにいた、諸葛務む、羊、から、絶方鋭く論争を挑まれたが、辞儀を乱さず、理に従いつつ答えて、ついに屈せず、孫健から、君は幾ばくもしない間に必ず職の中心人物になると言われ、その性格と才能を高く評価された。帰国すると自中に昇進し、 その後北伐に際して諸葛亮に壊れ三軍となった。二百三十年に中森軍となり後に柴となった。その頃、幕営では常に義の部と陽氏がいがみ合い、時に義の部が歯をちらつかせて脅し、陽氏が涙を流すという事態があった。日は そのようなことがあると常に二人の席の間に入り、物の分別を二人に悟した。力があっても、難しい性格の二人が使い物になったのは、火の取りなしがあってのことであったと陳樹は綴っている。一方で、諸葛亮の死後、義のと、陽忠氏が、相次いで失脚した、際、火は、両方の事件に関与した。その後は、章と共に、 食官を支え、五軍士の官職からよう正し失脚の功で、少書令となった。北伐の再開を計画する章に反対した。章の病が重くなった243年には、大将軍、六将所持に昇進した。244年に、義が、食進行を企てた際は、儀が葬式を取り、王大平らと協力して、義軍を破っている。その後、 章が固く、G を示していた駅修氏氏も兼任するようになり、章の没後、248年より日が、冠中に駐屯し、軍事、国政のすべてを担った。また脅威は、これより、前の243年に、章から、領収氏氏に任命され、247年には、守る将軍、六章所持となり、日に次ぐ存在となっていた。 脅威が大軍を動かして、北伐を再開することを希望していたが、日は上昇で遮議を破れなかったのに、我らでは到底無理だと制して、多くの兵を与えず、まず内政の安定を図ることを第一とした。251年、生徒に一度帰還したが、都に、最小の位が見当たらぬという傍記者の占い弾を受け、冬には、感受に駐屯していた。 252年には、大将軍府の回復が許された。253年、漢字での正月の宴席にいて、したたかに酔ったところを、義の交渉である、各順に視察され、傾向と送りなされた。先の占い弾は日の死を予言するものであった。死後、陳氏が国政を保筆し、脅威が軍事を主導することごととなったが、 彼の後を告げる人物がおらず、また小明の台頭と連年の北伐により、食官は衰退の一途をたどることとなった。広本氏昇格に墓所が残る。地球文物保護単位。秘伝に惹かれている、秘別伝によると、少書霊時代の日は、日々の膨大な政治を過ちなくこなしつつも、宴席や、囲碁寺などにも遊びほうけていた。しかし、 同職を引き継いだ当院がこれを真似ようとすると、数日で仕事が大きく期待した。当院は、人の能力の差とはこれほどあるものか。私の力は全く及ばない。1日中仕事をしていても、全く余裕がないではないかと嘆いた。一方、私生活での日はつつしみ深く質素で、家に蓄財をすることはなかった。四十四年の義軍による、 冠中進行の際、出陣直前に、ライビンが火を訪ねてきて、しばらく君と会えなくなるから、日頃の囲碁の決着をつけておこうと申し出た。火は、勝負を受け、二人で囲碁を打ち始めたが、出陣に際して周囲が慌ただしくなっていく様子に、ライビンの方が耐えられなくなり、君を試すつもりで勝負を申し出たが、この度胸の座り具合ならば、いざ前線にあっても、 何の心配もいらないだろうと簡単の世を表した。果たして火が前線に赴き、規定の方針に従って、指揮を取ったところ、見事に義軍を撃破し退けたという。三国時代の223年、呉の尊権によって、軍事目的の物見らとして建築されたが、後には主に観光目的の楼閣になった。火が黄色い鶴に乗って飛来し、 ここで休んだという伝説が存在する。ありがとうございます。